ます。南海の萩の茶屋に来ています。久しぶりの南海なんですけど、おー、いきなり。ピートが来てくれましたけど、ね、それもえ今見てもらったら分かるため、この駅かなりひっきりなしにね、高野線と本線の列車が来るんですけども、本線側には、駅がないので、ホームがないので、各普通電車もね通過するんですけど、南海は普通と確定で分けてあって、高野線が各駅停車で、本線が、普通電車、まあ、南海本線とかいらないのかな、もう南海線って言ってるんですけども、の影響で、普通列車はですね、萩の茶屋と今宮恵比寿には停車いたしませんできないんですよね。でここで、まあ、しばらく列車を乗ろうかと思ってたんですけども、思ったほかちょっと取りづらそうなんですよね。もしかしたら今宮恵比寿に移るかもしれませんが、まあここで撮影していきたいと思います。
調べた感じだと同世代の同じ、ような車両はみんな第二の人生とかで譲渡されたり、本線から退いたりして、活躍してはいるんですけども、未だにこうやって本線で割り出せたりと。サザンが来た。あのそんな風に本線でバリバリ働いてるのはもうここだけなんで、そんな感じなので、まあでも更新だったかな、更新が決まってるかなんかで、もしかしたら1枚の扉がなくなるかもしれないんですけど、まだ使うつもりなんだなとびっくりしましたね。あの公式のアプリ見た時は置き換えなのかなと思ったんですけど、千代田駅なんてあるんですよ。まあそうでしょうか、車庫千代田だもん。気はしないんですけど、追っつかないですね。で、僕いつもそうなんですけど、行くと全然新車来ないんですよね。あのどの鉄道会社にしても8300ね、来てくれたらいいんだけど、あれは旧車ばっかり当たるんで、浜線にいた頃も5100が225の5100が置き換えになった時は103に乗る率、少ないくせに103乗る率高かったんですよね。103が少ないくせに。まあ新車来るまで待ちましょう。サザンプレミアム引いたんで、これはグッドだったんですけど、もうこうやとね、フェンバクライナーはこの時間はないはずなんで。
そしてやっと来てくれた。8300ちゃん。